毛染め扇髪は奥髪と髭を染めた男性。扇髪は頭髪を染色すること。髪染め、ヘアカラーリング、もしくは単にカラーリングとも言う。古代の扇髪剤は植物から採取されていた。よく知られているものに、変なインディゴ、イエーヌ、カシアオボーバタ、センナ、ウコン、そしてアムラがある。他にも、カタム、黒クルミの殻。 石ードそして利益が使われていたことも知られている。古代アッシリアではハーブを使って髪を染めるレシピがあった。古代エジプトでは植物の変なを用いて洗髪をしていた。古代ギリシアの歴史家シケリアのディオドロスはケルト人がブロンドに染める習慣があったことを記述している。日本では平家物語において平安時代末期に 斉藤さねもりが白髪を墨汁で持って染めて、最後の合戦に臨んだことが知られる。1661年の書籍、18 Books of the Secrets of Art and Nature には、紙を黒、金、緑、赤、黄、そして白に染める、様々な手法が説明されている。自然の染料ではなく化学合成による、染髪剤は、1860年代に発見された。 ピフェニレンジアミンを材料として、ロレアルの創設者であるジェーヌ・シュエレールが1907年に開発、発売したものである。1947年、ドイツの美容品会社ヘンテルが、世界初の自宅紙染め製品ポリーカラーを発売した。先発には、一般的なカラーリングのほか、ヘアマニキュアやブリーチなど様々な種類がある。詳細は、 ヘアカラーリング材を参照。基本となる色をここでは紹介する。格式名については各メーカーのヘアカラー材を参照のこと。髪の色の明るさはレベルと呼ばれ、明るさによって1レベルから18レベルくらいまでのレベルがある。数字が大きいほど明るく小さいほど暗くなる。一般的な日本人の地毛は大体5から6レベル程度の明るさである。 黒染めとは髪を黒くあるいは自然な髪色に染めることのここでの言い方。一般的にはシェードやグレーカラーと称する。かつては白髪を染める目的がほとんどであったが、1990年代中盤以降は先発によって茶髪や金髪に染める人が増えるとともに、それらを黒髪に戻すための目的も増えている。1970年代の流行。 若者の一部を中心としたファットに過ぎない。不良や水商売と見られる傾向。1990年代の流行、渋谷系の若者が発信源。1995年前後に、ブリーチやヘアカラーリングを採用していた革新的先駆者、その後おしゃれ志向の若者が茶髪化し、2000年頃までには若者世代以外もカラーリングが定着。茶髪はもちろん、 金髪も普通になる。ありがとうございます。